はい、ニーハオゴローでございます。上海バスケ SKP 活動始めていきたいと思います。先週なんとか7本決まったんでね、それを超えて10本超えしたいという感じでございます。今のところ5試合で6本決めております。さあこの試合決められるんでしょうか。あっとパスミス。さあ最低1本は決めたいぞ。最低1本は決めたい。今のところ5試合で6本決まってるんでね、だいたい。おっとビカンドロール、あーリピートきた。これはあー焦なくてもよかったですね。今のは決まってたな。あれな、慌てちゃうんだよな。慌てなくていいね、あれね。おっとかけ決める。さあ今週は10本決まるんでしょうか。今のところ5試合で6本決めております。後半戦だいたい8試合から10試合するんでね、1試合に1本ぐらいのペースでいくと。おっとあれフック、いいねあれフック。1試合に1本決めるのがまあ最低条件ですかね。さあさあさあ1本決めたいぞ。このチーム強かったマジで。ゴール下2人高いし、ゴール下よく決めるし、シャオリン飛ぶしみたいなね、そんな感じでめちゃくちゃ強かったですけどね。もう2巡目、まあ大体チーム 2種類作って1周目2周目みたいな感じでやってるんですけどもね、これ今2周目のチームなんですけど、2周目なるともう横っ腹痛いわ、走れないわでね、動けないんでちょっとね反省してダイエットしようと思ってるんですけどね。さあ一本決めたいぞ。今のとこまだこの試合決まってません。強い、ああ惜しい。だいたいリバウンド取るもんなうまい、あーナイスゴールした。おっと中国人のね、新しく入ってきた人たちも結構チームに馴染んでくれてるんで非常にいいですねさあバテバテではありますけども1本決めたいぞ。おっとおっとつかぼん、おっとつかぼんもう1回戻す、もう1回つかぼん。おっとおっとおっとすごいぞすごいぞ。おっと自ら鳥居の、おっとゴールした。スカポン祭りですねすごい。さあゴールを1本決めたいぞ。今のところまだシュートもできてません。おっとピック押しちゃってんな、反則だなあれ。さあさあ1本決められるか。おナイスパス、おナイスナイスカットアレック。まずレイアップでこう突進されると全然どうしたらいいか分かんないんだよな。やっぱ体入れていかないと抜かれちゃうよなと思いつつ、足が動かないゴローでございます。さあああ惜しい、おアレックのバックシュート、あ決まってなかったすごい。シャオリン小さいけどめっちゃジャンプ力あるからゴール下取っちゃうもんね、すげえよな。さあさあ試合も後半戦だと思われます。1本この辺りで決めときたい、1本この辺りで決めときたい。ゴロがしかし足が動かない、あー危ない。おナイスチャンス嘘でしょ、もうレイアップマジ苦手、レイアップゴール下苦手なんでね、僕できることがもう一つぐらい、ミドルシュートぐらい、もうここの精度超上げてく
来た、ナイスパス、来たんじゃない、おっと来て、決めたゴロこの日7本目でございます。7本目いいんじゃないですか。残すとこあと2試合ぐらいなんでね、7本、もう1本決めときたいね、もう1本決める。さっきのレイアップはな、あれ外しちゃいかんやつやね。さあ1本決めて、もう1本いくか、おっとゴール者強い強いな本当に。さあさあもう1点取っておきたいゴローでございますけども、休憩タイムに入っております。残すところあとワンシュートできるかできないかぐらいの時間帯ですねこれね。さあおアレック、あー惜しい、おーおおシャオリンゴール者決める中国人の人やっぱゴール下強いな確かに。まあ、ちょっとね怪我だけはしないようにしてるんで、あんまりこのなんつうんですかね、ボディタッチっつうんですかね、そういうのはあの激しくしないようにというようなルールのもとにやってますね。そんな激しいね当たりはしないんですけども。さあ残り1分、ゴローは登場するんでしょうか。おっとナイスパス、あーナイスシュー。さあ試合も終盤戦、おっと出てくるかゴロ、出てくるかゴロ、出てくるかゴロ、おー出てきた、ラストワンプレーか、あと1本打てるか打てないか。さああー惜しい、おあれフックナイッシュ。おっと残り30秒、あっと時間がない、あー痛い、終了ということでゴロ1本決めて合計7本でございます。